もピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコース、このコース以前にもやってめちゃくちゃ楽しかったんだよね、このコースが。で楽しかったからこの方のねコースをいろいろ探してったら、このピカピカパスっていうトロールコースがあったんだよね。ちょっと前にさピカチュウのトロールコースやったと思うんですけど、なんかピカチュウ要素がなかったんで、今回もしかしたらあるかなと思って、さらにねこの方が作ったコースだから絶対面白いだろうと思ってね、今日このコースやっていきます。え？ピカチュウの鳴き声の真似？もう欲しがりだなみんな。前回のピカチュウの鳴き声僕全く似てなかったと思うんですけど、練習してまいりました。結構今回自信ありますよ。その練習するときにね、 YouTube でピカチュウの鳴き声をちゃんと見たんですよ。そしたらね一つだけ真似できそうなのがあって、で今からちょっと本物を流すからちょっと聞いてみて。ピッカピッカチュー聞いた今。このピッカピッカチュウだったらね僕言えそうだなと思って、それじゃあ本気出すんで聞いててね。ピッカピッカいやごめん、いや違うんだって、いや違う、もう一回だけ、もう一回だけチャンスちょうだい。それじゃあいきます。ピッカピッカチュもうやっていこう、もうこのコースやっていきましょう。ピカピカパスドロール、まあ似てたでしょ、まあ、結構似てたと思うんですよ。さあここは初見殺しあるんでしょうか。あ、ない感じだね。じゃあ右下のカロン、これに乗って右に行けばいい感じかな。あ、行けたね、普通に行けた。じゃあこのまま右行って、お、お、なんか今日引っかかんないね。なんかゆっくり行けば引っかからない説ここ。じゃあここは左上、うわ、なんもないか。じゃあ右上行って、うわ、なんかこのブロックのとこ出てきそうなんだよな。でも右上行きます。オッケー、で下に降りる。なんで移動してんだよカロンが左に。じゃあここジャンプしてビヨーンしてすぐ一番左に行く感じだね。でここもジャンプして、上は上なんもないね。でキノコ取ろう。でキノコ取ってからこの上、うわ、この上は何もないか。うわ、左のドスなんかやりそう、なんかしてきそうだよね。なんでここは一回バネに乗ってオンオフしよっか。いけ、よし、ですぐ右に行ける。なんで右に行けねえの。え、いやマジでね、いや右に行けなかったんだよね。ちょっともう一回してみていい？ずっとコマンドはね右入力入れてたんだけど、マジで右に行けないの。もう一回してみるね。いくよ、ずっと右に入力、今ずっと右押してんだけど、え、右に行けないんだよね。え、なんでだろう。この辺からジャンプして右に行ってみる、こう。オッケー、そってここでカロンに乗りまーす。それじゃあここは真ん中、真ん中だね。よし、そんで右で、ここは上なんかある？上なんもないね。じゃあここはカロンを捨てて上に行こう。このとこに入ります。で次はあの音符ブロックでいいのかな。下見えんね。音符ブロック乗ってみる。それじゃあここは下降りて、上は何もないもんね。で右に行こうか。うっ、怖え、あの爆弾なんかしてくるでしょ。あ、何もしてこんね。じゃあこのまま上上がろうか。ちょっと。じゃあここはジャンプして、あ、ここら辺にもあるのか隠しブロック。あ、じゃあこの辺からジャンプしていったら大丈夫だったみたいな、多分そんな感じだね。じゃあここはバネに乗ってビヨーン、オッケー。いやちょっとここね、この辺からジャンプしていったら大丈夫だね。いやそういうことだね、ララバイボムヘ。じゃあここは左だね、左にジャンプしたらどうなるのかな。あ、ツタが出てくるんだね。いやツタからなんかブラパとか出てこないよね。いや大丈夫そう。なんでこのまま左のドア入ろう。よし、オッケー。そんで次は、ふわー、なんかこの左怪しいな、ここ。いや違うね、この音符もね、なんかプラパとか出てこなかったらいいんだけど、ビヨーン、来た。そんでここどうすればいいんだろう。じゃあ右下行こっか、このこれ乗るよ、行きます。なあ。なんだ
これは。いや面白いね、やっぱこの人のコースって罠が豪快なんだよね。じゃあここ右おしっぱかな、右おしっぱで行ってみます。右、よし、そんで左、うわあの左下の土管まで行けんのかな。あ、行きアップくれるんだ、うわありがとう。まあいらないけどじゃあこの青の土管入って次に進みましょう。あ、中間ポイントだね。やっぱこの人ね、なんか中間ポイントだけはね、なんか優しいんだよね。まあ、すぐ取らせてくれるっていうか。それじゃあここはもうハテナ押すしかないもんな。ハテナ押して左に逃げる。ここ、あ、なんもなんないね。じゃあここは下に降りていいのかな。降ります。はい、ちょ好きだな大砲さっきから。じゃあここは左押しっぱ、よし。でここはね、絶対バブル降ってくる。なんで右に逃げます。この辺お前も降ってくんのか。じゃあここは一旦左行って一番右まで逃げよう。ここ、よし。ここなんかありそうじゃない、このブロックの下ね。なんかありそうだよね。上は、上はなんもないね。じゃあ土管入って次に進みますね。で今度はさてどうしよう。オンオフをしてこのバネに乗る感じ、乗ってみようか。いけいけ、いやちょっとバネ乗って左に行く、左に行くね。よしオッケー、危ない、やちょっとでオンオフして次は仕事してくれるよね。いけ、よし。でここはどうするんだろう。カロンに乗って、まあ、いや一回乗ってみようか。カロリー乗って、ちょっと今のは分かんない、分かんないあはんあはん。それじゃあここね、カロンに乗ってすぐジャンプしなきゃいけない感じだね。はい、いやジャンプしすぎ、大丈夫大丈夫これ、大丈夫かな、これ上で合ってんのかな。うわすげえ嫌な予感しかしないんだけど。え、あなんか合ってる、あなんか合ってる感じだね。上なんか、上行けんのこれ。あ、上はいけないか。じゃあドア入ってみよう。そして次は、ガリガリとボム兵の右下になんかあるって書いてるんですけどね。ヒント、ガリガリとボム兵とかあったっけ。あ、ここじゃない、あの中間ポイントの最初に右下になんかあるみたいな。いやちょっと待って、これなんで釣り抜けれんのよ。ここ、これあれじゃない、ゴールのあそこよ、あの白じゃないブロックの。あ、絶対そうでしょ。じゃあここに何かある、うわっ、え、なんだろう、この右上なんかあんのかな。ちょっと行ってみていい。はい、いや、やっぱなんもないよね。ここじゃあ叩いてどうするんだろうね。どこも行けねえ、わ、土管しかないね。ここ行ってみよっか、なんか変わってんのかな。うわ、なんか変わってる、なんか変わってる、なんか左下さっきブロック壊れんかったもんね。罠も変わってんじゃないじゃん。じゃあここは叩きます、よし、オッケー。で右、ちょっさっきと違うやんかー。え、待って、じゃあここどうすりゃいいんだろうね。叩くでしょ、叩いて左に逃げてジャンプ、よし。そしてここもさっきと違うと思う、左に逃げようか。あ、こっちは何もしてこないんだね。でここはさっきバブルが降ってきて金魚も降ってきた、なんで右に逃げます、よし。え、待って、合ってる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 っぽい。でここは上かな、いや上じゃないね。テレサ早いね、怖いね。ここ下に行きましょう。いや、なんかあったあった、いやこれで合ってたね。そんでここは右、ちょっと飛びすぎだって。じゃあここは左を尻尾、よし。そんでここは下に行って、あ、久しぶりだね、スーパーボールフラワーだったっけ。あ、そしてボム兵がいるね。うわ、どうしよう、こうチャッカマンする感じでしょ。いや多分そんな感じだよね。いや久しぶりだね、行きますよ、チャッカマン。いや、ちょっと、いや違うんだって、いや分かんないでしょあんなの。いや、ここのチャッカマンちょっと悔しかったね。じゃあここ左下にカロンがね来たから右に逃げる。いや、こういう感じでしょ。ちょっと当たったけど
大丈夫かな。で、ここでチビになって、あ、またこれ取るんだね。なんていうの、このキノコ取って下。いや、このブロック壊す感じだね。じゃあブロック壊してみるよ。はい、やっちゃったうわ、出た出た、何もできねえじゃんか、こんな罠。なあ、どうやってやられんだよこれ。いや、こうか、一旦キノコ取って右尻尾でいいのかな、右尻尾でカロンを捨てる、こう、いや、こういう感じだね。で、右に行く感じ、これで合ってる、合ってる。中間ポイントはチビになって、よっしゃ、来た、チェックポイント2だね。やっぱチェックポイントはね、簡単に取らせてくれる感じだね。うわ、ここはもうどうしようもないんじゃない。ちょっとこの音符からなんか出そうなんで、音符を踏んで左逃げよう。よしよしよし、読めてるんですよ私。で、上に行って、上は上行けんのかな。あ、上行けないね。このドクロに乗ってどうするんだろうね。うわ、罠っぽい、ここ大丈夫これ。いや、どこ行ってんのじゃあこのドクロに乗った瞬間ジャンプ、こう、そして音符ブロックじゃねえや、このオンオフは変わんないね。で、ここのカロン吐くのかな、どうなんだろうね、吐けるこれ。あれ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 じゃあここ入ってしまうんで、上に行く感じかな、これ。上なんか行けるんだよね、行くよ、ほら。で、右に行こう、右に行きます。じゃあ、いや、さっきの鉄球どっから出てきたんだろうね。ちょっと見てみていい？あ、なるほど、下からどんどん出てきたのね。いや、早すぎでしょ。うわ、次リフトだね。うわ、このリフト右に行くのか。うわ、どうしよう、下に行ってくれるかな。うわ、どんな感じだろうね。ちょっとじゃあここはリフト乗って一回ジャンプして避けないけんぽい。ジャンプ、よし、で、どっからに入る。あ、ちょっ、右下が壊れるんで右行こう。よしよしよし、そしてここは普通に行けるのかな。あ、行けるっぽいね。じゃあ土管入って、そろそろ中間ポイントまた欲しいんだけどね。これは、うわ、左オープンブロックあるね。これも乗って右に逃げよっか。あ、バネがあるね。バネ乗ってあれだね、オンオフをすればいい感じだね。いくよ、はい、ちょっ、いや、ちょっとじゃあここは一回叩いたらずっと左押しっぱでいいね。で、ジャンプ。さて、ここいけんのかな、一旦ジャンプ。うわ、危ね。いや、これは避けれるよ、こんくらいぐらいは避けます、私ドロールキングですからね。で、ここは何も出ないよね。いや、大丈夫大丈夫。そしてここはクッパクラウンジュニアだったっけこれ。いや、いらない、いるって書いてるけど、これはいらない、そういう感じ、あれ騙しだよきっと。で、ここに行く。あれ、うわ、いるの、うわ、いるっぽいね。あれがないと上行けないもんね。それじゃあここでクッパクラウンに乗っていこう。乗ってって上に行く。そしてここは右に、ちょ、大丈夫大丈夫、これは大丈夫、大丈夫今の何、ねえ、何、どうすりゃよかったのよ今の。あ、バネが出てきてるね。え、待って、さっき出てきてなかったよね。じゃあここ一旦下行って、あ、今なんか爆発したね、あれでなんか変わった、オンオフが。そしてここで捨てる、よし、で、ジャンプ。あ、で、バネが出てくんのね。なんかオンオフかなんか切り替わったのかな、多分ガリガリの裏にさ、なんか隠れちょんばい多分。そしてここでこいつは大丈夫、あ、なんもなんないね。なんでオンオフして隠れチョコいや、なんかね、降ってくるかなと思って。じゃあここであれだね、ドアに入ったらいい感じだね。そんで、さて、取っていいのかなこのカロン。うわ、どうしよう、これ捨てていく感じ、一旦下行ってみようか。下行きますね、はい、うわーはいやーいやーいやー、じゃあここは右上に行くしかないよね。カロンちょっと捨てていってみる、こう、これで合ってんのかな。で、下に行って、いや、でもこれだったらオンオフ壊れれないもんね。
あ、やっぱりカロン持ってこなくちゃいけないのか。金魚、お前はいられんだよ。じゃあここはカロンがいるんで、パックン産んで左に逃げる。よし、でここでブロックに乗って、あのパンをヒップドロップすればブラパが倒せる感じだね。無理やっておしまい。いや待って待って、これは何中間ポイント。え、戻された。あ、待って、あ、ゴールが見える。わかる、みんなこの左。なるほど、ヒップドロップしたらダメだったの。うわ、どうしよう。え、もうやられるしかない感じ、ここ。うわ、そうじゃんか。それじゃあもうゴール近いと思うんですよね。この中途半端なところでヒップドロップすればいけるはず。よっしゃ、来た。で、ここで、いきますよ。これでゴールでしょ。大丈夫、やったいや、やっぱこの方のコースはね、めちゃくちゃ楽しかったね。なんで今後ね、この方のドロールコースちょっとずつねやっていきたいと思います。それじゃあ今日もどうもご視聴ありがとうございました。ピッカピッ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。